調査兵団はレイスケの領地にある礼拝堂に潜入。そこで地下へと続く隠し扉を発見する。その奥にエレンが拘束されていると確信した彼らは、敵が待ち構えていると考え、慎重に罠の準備を進めていた。準備を待つリヴァイはミカサが同姓のケニーの親戚である可能性を指摘。ミカサは両親について話し始める。生前の両親の話では、父の姓アッカーマン家は都市部で迫害を受けていたと聞きました。東洋人である母の一族は人種の違いからか町に居場所を失い、お互い壁の端の山奥に追い詰められた同士が出会って夫婦になったのです。なぜアッカーマン家が迫害されていたのかは父にも分かりません。お前、ある時突然力に目覚めたような感覚を経験したことはあるか？あります。ケニー・アッカーマンにもその瞬間があったそうだ。ある時ある瞬間に突然バカみてえな力が体中から湧いてきて、何をどうすればいいか分かるんだ。その瞬間が俺にもあった。よし、準備整いました。そうか。それでお前ら、手を汚す覚悟の方はどうだ？良さそうだな。入ってきた。まずは敵をできる限り内部。一体何を？煙が邪魔で的が絞れない。総員3体複数で1人ずつ囲め。作戦続行、全ての敵をここで叩く。まだ燃えてない樽がありますけど、敵が邪魔で火矢を当てられませんね。兵長、樽の周囲の敵を排除してください。そうすれば煙幕を増やして援護できます。僕の手はもう汚れてるんだ。覚悟ならとっくにできてる。弾を守るためなら、それが望まない選択であってもやらなきゃダメなんです。させやがって。ケニーはどこにいるんだ？この先には進ませない。お待たせ。ここからは私も行くよ。補給物資を持ってきたから使ってくれ。私たちがケニーの元に着いたのは、無意味な世界と人生に意味を見出すため。ならば最後まで信じてみよう。この世界を盤上ごとひっくり返すというケニーの夢を。諦めない。
ケニーの夢を実現するまでは。先に進むぞ。こっちからやらなきゃ、やられるだけだ。よう、リヴァイ、本当はおめえに構ってる暇なんざねえんだが、ここを突破されちゃ元も子もないんでな。仕方ねえ、遊んでやるよ。ケニー、よし、倒した。エレンを返せ。油断するなよ。奴を侮ると死ぬぞ。ためらってる暇はねえってのに。やった加減に殺されろ、リヴァイ。お教えてやったな、相手を追うときは前ばかり見るなって。じゃねえか。せめて一人敵に穴が開けば。あいつ、今だ。総員、最終防衛地点まで交代。もう邪魔すんなよ、ドチビ。落とせ。エレンはロッド・レイスの手によってレイス家の礼拝堂の地下に拘束されていた。そこでヒストリアとロッドに手を触れられた瞬間、エレンの中に何者かの記憶が流れ込み、巨人と化した己の手で惨殺される見知らぬ子供たち、見知らぬ巨人との戦い、注射を打たれ巨人化する幼いエレンの姿、そして父親の遺体。エレンはそれが父のグリシャン・イェーガーの記憶であると確信する。思い出したか、父親の罪を。なんで今まで忘れてたんだろう。私は一人じゃなかった。優しくしてくれたあのお姉さんがいた。その子が長い黒髪の女性であれば、おそらく彼女はフリーダ・レイス、お前の姉だ。フリーダお姉さんは今どこにいるの？会ってお礼が言いたいの。もうこの世にはいない。5年前ここで彼の父親であり巨人の力を持つグリシャ・イエーガーに殺されたのだ。そして彼の目的はレイス家が持つ力を奪うこと、フリーダの中に宿る巨人の力だ。フリーダの巨人は巨人の頂点に立つ存在だった。だがグリシャに食われて力を奪われ、そしてグリシャはレイス家を根絶やしにすべくそのまま我々一家に襲いかかったのだ。そんな、
どうしてそんなひどいことができるの？フリーダの記憶はまだ生きており、ヒストリアが望めば再会できる。そう言ってロッドはヒストリアに注射器を渡し、レイス家の巨人の力について語り始めた。三重の壁がレイス家の巨人の力で作られたものであること、その巨人が平和を願って人々の記憶を改ざんし、壁の世界の成り立ちを歴史から消し去ったこと、フリーダは消し去られた世界の記憶、この世界の成り立ちとその経緯のすべてを巨人の力とともに叔父のウーリから継承したこと、そしてその巨人の力は王家の血族でなければ進化を発揮できないこと。それを聞いたケニーは、自分が巨人化してエレンを捕食しても無意味だと悟り、エレンに傷をつけるとヒストリアとエレンに巨人化して殺し合えというのだった。なんでよエレン、なんで巨人化しないの？俺と親父のせいでどれだけ人が死んだ。俺はいらなかったんだ。だからせめてお前の手で人類を救ってくれ。お父さん、どうして姉さんは人類を解放してあげなかったの？壁の世界を作った初代王は人類が巨人に支配される世界を望んだからだ。なぜかはわからない。世界の記憶を見た者にしか、我々が神と呼ぶ者自身にしか。祈っているよヒストリア、神は人類を導いてくれると。これはただの私の願望なんだがな。お前、胸張って生きろよ。ヒストリア！何が神だ！もうこれ以上私を殺してたまるか！早く俺を食ってくれ！もう辛いんだよ生きてたって！うるさいバカ！泣き虫黙れ！エレンをここから逃がす！そんで全部ぶっ壊してやる！どうせ無理、フリーダ待ってて、僕がいるわ。